俺はもともと1時間は早く出社して準備しつつコーヒー飲んでまったりしてる。遅い時でも30分ぐらい。だから新人、若手や派遣さんが5分10分前とかギリギリに来るのが許せなくて、もっと早く来てほしい。社会人としていかんなものかって注意したり、派遣会社に報告したりしてたんだけど、新人らにはパワハラ扱いされて上司に厳重注意されるし、派遣会社からは最初は謝罪があったんだけど、最後にはあちらから契約切られて派遣強制引き上げ、派遣メインで回してた部署のリーダーからめっちゃ詰められた。俺の意見は間違っているのかなと思ってしばらく落ち込んでたんだけど、うちの会社もテレワークメインになったので、30分前にはログインしてね。ちゃんとチェックするからな。って通達出してたら、今日朝1で上司が来て、さっきまでこってり絞られた。嫁も在宅勤務なんだけど、嫁にも聞こえるように説教されて、本当に恥ずかしい。せめてお昼もおごってくれって思ったけど、さっさと帰って行ったよ。今回は説教だが、処分は追って待てだって。社会人として、早めに出社して準備整えて、最高の状態で仕事するのは当然だと思ってたんだけどな。俺って、そんなにおかしいんだろうか？それとも、周囲の環境が神経わからんだけ？